ロンダ・フレミングはアメリカ合衆国カリフォルニア州ハリウッド出身の女優、歌手。赤い髪、緑色の目と白い肌がカラー映画に映えることからテクニカラーの女王と呼ばれた女優の一人である。1940年、ビバリーヒルズにあるビバリーヒルズハイスクール在学中の17歳の時に街でエージェントからスカウトされる。その後、 デビッド・オーセルズ・ニックと契約を結び、芸名をロンダ・フレミングとする。早くで数本の映画に出演し、1945年、デビッド・オーセルズ・ニック制作、アルフレッド・ヒッチコック監督の白い恐怖で本格的な役を獲得する。グローマンズ・チャイニーズ・シアターの前提に、他のハリウッドスターたちと共に、彼女のサイン、手形、足形が刻まれたタイルがある。また、 ハリウッドウォークオブフェームにも名前が刻まれている。1991年に当時夫だったテッドマンと共に UCLA メディカルセンターにロンダ・フレミングマンクリニックを開設した。6回の結婚歴がある。ありがとうございます。